マミちゃんと別れるつもりないよ。それはどうも、それでもいいの。あなたが最初に言ったこと、あなたが一番最初に私に欲しいと求めてくれたもの、私の家で都合のいい時に手作りご飯と私を食べたら彼女の元へと帰ること、私が他の人に告白されてるだけで嫉妬するくせに、私が他の男の人に会ってるだけで嫉妬するくせに、私の体のどこが敏感でどこがダメかも知り尽くして、はあ満足ですか、満足ですか、スーパーの試食じゃないんですけど、ネットでならぐちゃぐちゃに傷つけて、それでもいいって言ったでしょ In the past。 あなたがめちゃくちゃにしてくる、私の心も私の体もあなたがめちゃくちゃにしてくる、されるときにあなたの目を覗くのが好き、無邪気な子供のそれのキラキラみたいに私をいじめてくる、でもダメって言ってもやめないところも、やめてって言ってもやめないところも好き、本当は全部好き。つもりないよ、それはどうもそれでもいいの、いいわけないでしょ、今すぐ別れて私を選んでよってずっと言っちゃいそうなの、聞き分けいいふりして我慢してるだけよ、私が他の人に告白されてるだけで嫉妬するくせに、私が他の人に変わってるだけで嫉妬するくせに、私の体のどこが敏感でどこがダメかも知り尽くして、はあ満足ですか、満足ですか、ああやだ、あなたが来ない部屋私だってもうやだ、彼女の待つ家に帰るのやだ、イライラするからめんどくさいから、ひどいな所詮そんなものですか、あなたが来るから語る部屋、あなたの匂いが染みたソファ、あなたが残したキッチンに吸い殻、確かなものなんてこれだけだ、運転するから気安に合うから、ご飯も美味しそう食べるから、好きだったところなんて全部まやかしだわ、あなたのために買ったドリップコーヒー、私風邪